はい、を開封していくのはこれです。ダイソンエアーストレート。友人が私ダイソンに勤めてるんですけど、私も気になっていた商品だったのもあって、今回送っていただきました。なおご紹介にあたって、特に内容の指定や PR 費用いただいたりなどはしておりません。商品提供を していただいただけになります。で、じゃあ早速開けていきますか。結構ね、ヘアケア製品にしては箱が大きいです。では開けていきます。開封よ、よいしょ。じゃーん、こんな感じの製品になっております。今回はピンクを送ってくれました。この製品残念ながら白はないので、どっちでもいいよって言ったらピンクの方送ってくれました。正直もっと重いのかと思ったら、意外と本体そうでもないかも。箱が大きい。なんかこの AC プラグがすごい、このプラグがすごいサイズだっていうのは聞いてたんだけど、確かにすごいこのサイズ感ちょっとウケる。まあ、多分安全のためになんだと思うんですけど、使用前になんか必ずテストしてくださいって書いてありますね。すごいな、このサイズ感。どのぐらいでかいかというと、 iPhone 15 Pro より大きいです。すごい厚み面白いな。で、中に入ってたのはこの本体と、あとこのなんていうんだ、耐熱マットみたいな、ダイソンのドライヤーとかにもついてるマットと、あとは説明書ですね。クイックスタートガイド。ダイソンの使命はシンプルです。私たちは他社が見逃す問題を解決します。素晴らしい。なんかすごいしっかりとしたこう安全装置がついてるこのコンセントみたいですね。これつくかな。これ何かと言いますと、ダイソンエアーストレートっていう製品なんですよね。ストレートヘア用のヘアドライヤー、ヘアアイロンと多分ヘアドライヤーの中間ぐらいの製品だと思うんですけど、すごい簡単にここに髪の毛を挟んで髪の毛をまっすぐしてくれると。で、すごいね、口コミも評判が良くて、個人的にも気になってたんですよね。私もストレートヘアなので。はい。で、私夜はですね、シルクのナイトキャップをかぶって寝てるんですけど、そうするとね、ナイトキャップの跡がつくんですよね、髪の毛に。で、それを朝整えるの結構めんどくさくて、ナイトキャップ跡を修正するのにこれすごい便利なんじゃないかなと思って、個人的には気になっていた製品です。はい。で、今日ですね、せっかくなので寝癖のまま、ただし髪の毛を縛った状態で来ました。なのでボサボサです。寝て起きて、まあ、前髪だけ整えてそのまま来ました。こんな感じで、これがどのぐらい綺麗になるのかやってみたいと思います。よし、ちょっと髪の毛を軽く濡らしまして、はい、軽く濡らしました。電源オン。なんかここに表示がありますね。これでもう取れなかったかな。お、お手入れ中。おー、なんかすごい。今、ウェットモードらしい。この液晶にいろんな表示が出るみたい。止まった。よし、なるほど、理解した。まず電源を入れると、必ずこのお手入れファンクションが動くと。で、ドライモードか
ウェットモードかを選択と、今ドライがいいのかな。で、風量がここで選べて、温度がここで選択できるようになってます。これが完全冷風なのかな。よし、じゃあやってみるぜ。ドライモード、あ、すごいかも、すごいかも。なるほど。挟んでないときはこうやって風が弱いんですけど、こうやって挟むと風が強くなって、自動でこんな感じ。面白いな。おー、楽しい。おー、すごいかも。なるほど。はい、今、こっち側だけやりました。こっち側そのままです。すごい。めちゃくちゃ楽だし、確かにすごい、まっすぐになる。ちゃんとブローした時みたいに。おー、これ便利かも。ちょっと両方やってみます。してきたけど、これはちょっとなんか大げさな言い方になっちゃうかもしれないけど、これは便利だ、すごい。はい、というわけで仕上がりました。どうでしょう、すごくない？アホ毛も立たない。ブローのめんどくささが全て解決される感じがある。後ろもまっすぐじゃない、多分見れてないけど、どうでしょう。いや、これすごいわ。ちょっと感動した、久しぶりに。毎朝結構髪濡らして、うち三面鏡にこうなるので、映しながらこうやってドライヤーとロールブラシでこう毎朝軽くブローしてるんですけど、やっぱこの内側とかって結構めんどくさいし、やりづらいからやらないでし、スルーしちゃうんですけど、こういう内側の毛とかもブロッキングとかしなくても、なんかこうやって髪の毛引き出して挟んでピューってやれば、こうしっかりまっすぐになってくれるっていうね。今ちょっと電源入れてないですけど、これは楽です、とても楽、すごい。今回は寝癖を直すっていう前提でドライモードで使ってみたんですけど、改めてウェットモード、頭洗ったところからこれで乾かすみたいなこともやってみたいなと思います。使用シーンは残念ながらちょっと自宅だと撮れないので、また改めてレポります。はい、というわけで、このダイソンのエアーストレイト、これしばらく使ってみたんですけど、めちゃくちゃいいです。すごいおすすめ。特に、まあ私みたいなこういうストレートヘアの方だったら本当におすすめです。で、特に何がおすすめかというと、朝の寝癖直しが本当に楽。
朝毎朝ブローしてるとか、あとストレートアイロン使ってるとかみたいな方にはぜひ一度使ってみてもらいたい。すごい楽です、本当に。私の場合は一旦ちょっとこういう水のスプレーでわーっと全体濡らして、一旦このエアストレートのウェットモードでさささっと乾かして、だいたい乾いた後にドライモードで寝癖をまっすぐ直していくっていう感じでやっていくと、なんかこれまでの2分の1ぐらいのスピードで全てが終わる気がします。はい。で、夜も完全に頭洗った後、これで、ウェットの状態から、ウェットというかタオルドライの状態からこれで乾かすってことも何回かやってみたんですけど、ここをですね、このロックをかけるとこう開かない状態でも使えるようになるんですよね。そうするとここからまっすぐに風が出ていく形になるので、まあ、タオルドライの状態から乾かすときはまずはこの状態で頭頂部をこう乾かしていって、まあ、頭頂部、根元とかを全体乾かしたら、ロックをまた外して開いて、髪をこうやって挟んでやっていくって感じなんですね。なんで、これ自体そこまで、他のダイソンのドライヤーとかと比べると、風量が強いわけではないので、タオルドライの状態から髪の毛をこれで乾かそうとすると結構時間がかかるので、私は夜は、もうずっと使ってるダイソンの初代のドライヤー、爆風のやつですね。あれで夜は乾かして、で寝て朝起きた時の寝癖直しにこれを使ってます。いやー、これは本当いい。はい。今年の、まあ、ちょっとベストバイと言いたいか、ちょっと自分で買ったわけじゃなくていただいたものなんでベストバイって言えないけど、いやー、今年のベストバイに入りますね。間違いなく。はい。おすすめです。ダイソンのエアストレート。はい。強いて一点だけ言うならもう、やっぱこの巨大すぎるアダプターですね。AC アダプター。ちょっとね、うちは残念ながらちょっとこれ大きすぎて、この縦方向に洗面所で自宅で使えないので、逆にするしかないなと思って、あんま良くないと思うんですけど、こういう方向でコンセントに挿してるんですけど、やっぱ使ってる点ちょっとこう傾いてきちゃうんですよね。こう挿して、だんだんこう傾いてきちゃうっていうか、危ないなって思うことがよくあるので、これはなんかもうちょっとさすがに小型化してくると嬉しいなって感じはあります。もしかしたらお家によっては大きすぎて洗面所のコンセントに刺さないとかってこともあるかも。多分レンタルとかで試せるところもあると思うので、一度お試しとかしてみるといいと思います。ぜひ。